の動きが活発になる近年、海上保安庁でも巡視船の造船が着々と進められています。巡視船あかつきもすでに引き渡しが済んでおり、尖閣や南西諸島で目を光らせている状況です。とはいえ、今後も多くの大型巡視船の配備は必要不可欠であり、中型巡視船との連携も強化していくべきでしょう。無論、上空からの監視体制は万全であり、24時間海峡局の動きを監視している状況ですね。さて、今回は海上保安庁の大型巡視船である黎明型について詳しく見ていきましょう。海上保安庁の最新艦艇である黎明型巡視船の2番艦あかつきが就役したのは2021年2月16日のことだ。あかつきはそのまま中国公船が幾度となく侵入を繰り返している尖閣諸島を管轄下に置く第10管区海所保安本部に配属。鹿児島港を母港とする第10管区海所保安本部は、本所に1番艦でネームシップの黎明とともに暁が配備されており、今後とも尖閣諸島を含む南西諸島の防衛を行う上で重要な役割を果たすことは疑いようのない事実である。ここで黎明型巡視船の諸元について掘り下げていくのだが、排水量が約7300トン、全長150メートル、全幅17メートルの艦隊に1機9000馬力を発生するディーゼル機関を4機搭載している。また、最高速力は25ノットと、海上自衛隊の艦艇と比較しても、何ら遜色のない規模なのだ。しかしながら、通常の海上自衛隊護衛艦で並走されているような、対艦ミサイルや魚雷などを装填する兵器は、装備すること不可能となっている。これは、あくまでも、警察としての力の範疇を超えないための配慮であり、その代わりに、70口径40ミリのボフォース射程単装機銃2機と20ミリ、バルカン砲を2機ずつ採用しているようだ。その他には、遠隔放水銃や停戦命令等表示装置、遠隔監視図書装置などに加え、両舷に、救難用の高速警備救難艇、全天候型救命艇、警備艇が搭載されており、これらは、テレビでも、よく、目にするような装置たちである。黎明型は、前級である、秋津島や、前々級の、四季島に次ぐ6000トン超級の大型巡視船だ。今回着目していく、暁の建造費用はおよそ234億円で、2010年度計画で建造された秋津島の発展型とされている。しかし、計画年度が6年離れていることから、全体的に改良が加えられたものとなった。まず後部マストだが、秋津島では前部マストと同じラティス構造だったものが、暁においては、サーチライトや FCS の台座を兼ねた搭乗のマストに改良されている。加えて、居住区画は防音が徹底されており、政府材が活用され、居住性も格段に向上しているようだ。言うまでもなく、任務の長期化にも対応可能なように、十分な保存水や食料などを搭載するスペースも確保されている。ここで、海上自衛隊の最新鋭イージス艦であるマヤ型の諸舷を見ていくのだが、基準排水量8200トン、満載排水量1250トン、全長170メートル、全幅21メートルの艦隊で、6万9000馬力の機関を搭載し、30ノット以上の速力となっており、この数値を見る限り、やはり、黎明や暁もほとんど見劣りしない数値を誇っているのだ。だが、建造費としては、やはり、イージス艦の方が高額であり、マヤ型が1隻あたり1700億円であるのに対し、
暁はその6分の1で製造することができる。無論、海上自衛隊の護衛艦は敵と戦闘することを前提に作られたものであり、それゆえに巡視船と比較して設計や構造的に高額になることは仕方のないことだ。だが、特にマヤ型においてはイージス兵器システムのコストが大きいと言えるだろう。 SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機を搭載可能なマヤ型だが、平時は搭載していない。暁も他の大型巡視船と同じように完備に大型のヘリであるスーパーピューマ225を2機搭載可能としている。ちらも平時は1機のみを運用し任務をこなす運びだ。暁に搭載されている大型ヘリコプタースーパーピューマ225はフランスのエアバスヘリコプター社、旧ユーロコプター社が2000年に開発したものである。全長 19.50m、 全高 4.97m、 座席数21席、最高速力150ノット、約 280km となる大型ヘリであり、日本において海上保安庁以外にも採用例のある機体だ。余談だが、暁に搭載されたヘリコプターの愛称は一般公募の中から採用された。今回採用されたのは青鷲という名称であり、これは南九州の青い海と海上保安庁のイメージカラーである青と大空を力強く羽ばたく鷲を組み合わせて名付けられ、そこには南九州の海を力強く守ってほしいという思いが込められている。陸上自衛隊においてスーパーピューマ225は3機調達されており、木更津駐屯地の第1ヘリコプター団特別輸送ヘリコプター隊にのみ配備している。これらは通常の輸送任務のみならず、皇室や内閣、国外からの要人の移動を担う機体としても活用されているとのこと。また陸上自衛隊に納入されている機体にはいくつかの改修が施されており、操縦席周辺に防弾板を設置し、エンジンの排熱温度を下げる IR サプレッサーが挿入されている。 IR サプレッサーというのはエンジン排気口からの排熱を抑えて赤外線誘導ミサイルの追尾を軽減してくれる赤外線排出抑制装置のことだ。東京消防庁においても3機が配備されているが、こちらは救難や救助、救急といった人命に関する任務や航空消防を主な任務としている機体である。陸上自衛隊の機種と同じように非常時の安全対策のため緊急用いかだや緊急用着水装置なども備えており、より汎用的な救助任務に当たれるようになっている。このように様々な組織において採用されている同機だが、海上保安庁での保有数は突出した9機という数である。巡視船以外にも各陸上拠点での運用が行われており、今後とも活躍に期待を寄せられている。さて、暁艦載機である青鷲だが、今後は尖閣諸島周辺で中国公船と対峙するであろうことが予想されている。これらは具体的に中国海峡局という組織に所属する艦艇であり、中国政府の息がかかった船というわけだ。従来中国海峡局は日本の海上保安庁と同じように警察としての権限しか持ち合わせていなかった。しかしながら2017年以降は着々と武装警察といっても過言ではない組織へと改変されており、現状軍隊と何ら遜色ない武力を所持している家よう。確かに米国沿岸警備隊も米軍の一部であることを考慮すると
脅威と認識するのは早計のようにも思える。しかしながら、2021年2月より、海恐怖法が改められたことにより、その脅威度は明らかに増してしまった。改正以前と比較すると、中国海恐局所属の艦艇や職員の武器使用のハードルは格段に緩和され、これにより、海恐局の武器使用の可能性が向上したことになる。アメリカ政権が共和党のトランプから民主党のバイデンに移行したことも、中国は好機と捉えているのか、尖閣諸島の実効支配への動きは加速度的に上がっているのだ。本来、尖閣諸島は日本の領地であるのだが、中国からすれば日清戦争により日本に奪われた土地という見方が大勢を占めており、いかに日本の固有の領土であることを主張しても、聞く耳など持たない状況である。現状、尖閣諸島の周辺海域に、幾度となく出没を繰り返す中国公船に対して、海上保安庁は手出しできない状態だ。日本の漁船の操業を妨害されないように動くのが関の山であり、言うまでもなく、海上保安庁側から、武力行使を行うこともできない。つまり、もし、中国海恐局艦艇に攻撃の意思があれば、いつでも武力による衝突が起こり得てしまう。実際、このような状況を懸念して、日本からも海上自衛隊の艦艇の投入を進めるべきといった強硬意見も出ている。だが、中国から、先に手を出したのは日本であると指摘されれば、国際的にも面倒になることは明白だ。だからこそ、この件については慎重に対処するしかなく、日本の大勢としての意見もそちら側である。もし仮に海上自衛隊の艦艇を投入し中国側から攻撃を受けた場合に関しても、日本側には問題が山積みだ。様々なしがらみの中で動くしかない日本は、極論で言えば殉職者が出ないと本格的に動こうとしないだろう。自衛隊隊員はもちろんのことだが、海上保安庁職員も同様に、日本を守る大切な人員である。政治を担う立場にいる方々には、もしもの時、海上保安庁職員も、国際法においてしっかりと守るという意思を持って行動してほしいものだ。